あ、本当だ。始めます。ナナオタケ、最近からタケナナオって名前になったのでよろしくお願いします。なんでナナオなんだ。ナナオです、よろしくお願いします。今日はですね、ちょっと懐かしい、池さんの俺のフォークシリーズに対抗して見たら分かると思うんですけど、俺のアニメシリーズで俊敏やの。一応スミスさんの真似をしてカードを持ってきました。なんで今日はこういうウクレレアニメ劇場というのでやります。はい、お付き合いください。面白い。いや、最初はですね、これからやります。歌を当ててくださいって話なんですけど、これからやります。それといえば鉄腕アトムだ。あ、そうピンポン、大ボケコボケ。スナフキンの歌なんで、これは自分の歌知ってますよね。スナフキンの歌って、スナフキンの歌といえば何でしょう。ケトブースの人実家の持ち家。違うじゃない違うっちゅう。寂しい歌、お寂し山の歌って言ったんですから、そんな楽しい歌じゃないんです。お寂し山。こういう知らない人がいるとちょっとあれなんですけど、やりますか。お寂し山の歌がこういう歌です。あ、そうです。すみません。じゃあちょっと次のネタはですね、これも次はこれに行きますって言うんで、これです。ムーミン。次はムーミン。ムーミンの歌は絶対知ってますよね。おっさんか。子供の頃からそんな歌歌ってたのかって感じで。おっさんか。ね。ムーミンの歌ってのみんな知ってると思うんですけど、タイトルはちょっと難しい名前なんで、知ってる人いますかね。ねえ、ゴンちゃんって言そういうやつかもしれないですけど、これムーミンの歌って世代によって違うんで、私はこっちの感じです。いつも強がりばかり言ってる君で寒い知らねえ知らないですか。ちょっとどうしようかって、だからこれ実は質問しようと思ったんですけど、これは誰でしょうっていう、この女の子。あ、今誰かフローレって言った方が、いや、ノンノンと言ってたから。そうですね、フローレのお嬢さん。そう、普通これノンノンっていう人が今の歌知らなくて、フローレって言うとこの歌を知ってる。フローレなんだ。フローレなんだ。フローレが本当なんで、日本だけなのよ、ノンノンチーム。スナフキが7女だ。あ、そうそうそう。よく分かる。それは普通ないんで、ないですけど。はい、なので、ちょっとこれだとみんなが盛り上がらない、知ってる方の歌に行くっていうので、ちょっと長すぎますか。今のが全部振りだったんですけど。前振り。こっからが本物です。じゃあ、ムーミンの歌を。これソロでやります。このウクレレアニメってのって書いてあるんですけど、ここでやります。あれですね。表紙に書いてyou
これは今のだいたい女の子の歌なんで、男の子はこの時代何が好きかっていうと何でしょう。ツイート用意それしかない。やっぱこれでしょう。ああ。力の呼吸だ。バビル2世。バビル2世。こんな。あ、落ちちゃった。これこれがメインなんで、すごい。今までの全部全体ですから。めっちゃ早いじゃん。ちょっとこれ結構難しいですよ、アニメの曲で。ちょっと急いでやります。これ、ゆけゆけヒューマンってそういう名前なんですけど、いきます。はい。Oh.